皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、 中国のスパイ気球への対応について、日本政府と自衛隊が今までやったことのない史上初2日で決定をしました。今回はこちらの情報をお伝えいたします。それでは、まずはこちら、青山茂春氏の道すがらエッセイブログです。スパイ気球を撃ち落とすのかどうするのか、自民党の部会で話し合いが行われました。 そしてなんと史上初2日で決まったということになりました。これだけ早く決まるというのは中国の脅威が差し迫っていることが要因だと思われます。今まで平和ボケしていた日本では考えられない出来事ということになります。それでは何が起こったのか見てみましょう。史上初体験と書かれてます。まず自民党の中でスパイ気球の議論が始まったのは2月15日です。 昨日2月15日の自由民主党国防部会で中国のスパイ気球への対応をめぐって政府にこれでは国家の提案をなしていないと問題提起したことをこのブログで述べましたと。これは青山議員が政府に問題提起したということになります。そして国防部会の最後に改善をゆっくり検討したのでは間に合わない。すぐ直ちに変えるべきだと指摘しましたと。青山議員はゆっくりではなくすぐ直ちにやるべきだと。そう指摘されました。そして防衛 省はこの翌日つまり今日にこれは2月16日です改善策を説明したいと申し入れてきましたとこれは即日の改善ですと青山氏が民間の専門家時代から長い間政府へ様々に問題提起し具体案を提示してきましたとそこで日本政府が即動いたのは初めての体験ですと青山氏は少し驚きましたとすごい驚きではなく少しの驚きだったようですしかしもう政府は翌日に 動いたんですよあの、剣闘士と呼ばれる岸田首相が翌日動いたと。もうよほど中国の危機が迫っているとアメリカから脅されているのか、それとも気球を打ち落としたアメリカが日本も同じような対応をしてくれよと。そういった圧力をかけているのかわかりませんが、即日改善ですよ。驚きの展開ですよね。この件についてはどのメディアも報道していません。初めての体験があったということになります。そして今日も早朝から、これは2月16日 で自由民主党の本部で経済関係の部会に参加していました。そして党本部を出ようとすると、守る会、日本の尊厳と国益を守る会、この守る会の会長が青山氏です。その守る会のメンバーの元閣僚が、昨日の国防部会での青山さんの発言、もっと聞きたかったとおっしゃいました。そして僕が、実は防衛省は即日改善策を立案してきましたと答えると、元閣僚はええと驚かえましたと。閣僚としての体験 からも初めてののことと、なのでしょうとそれほど異例な対応を政府はしたとということになります。そして、これから国会内でエネルギーをめぐる会合に参加し、その後、千鳥ヶ淵の戦没者墓苑に向かい、洋党から戻ってこられた英霊のご遺骨を引き渡し式に参列し、献花をしてまいります。その後に議員会館の青山氏がある事務所へ戻り、防衛省側と議論し、さらに異例の連日開催となる国防部会に参加する予定ですと、そこで、青山氏がした 指摘した。直ちにという要請は初めて実現されましたしかし次の問題は改善の中身ですよとそれがどういう内容になったのか見てみましょう続いて歴史的な前進敗戦から78年日本は空の脅威を撃墜できる国になりましたと左巻きの人はとんでもないと言いますがこれが普通の国なんですよ全くもって当たり前のことで普通の国が普通にやってることを日本がようやくできるようにな なったとということになります今日2月16日木曜の午後に自由民主党本部で開かれた国防部会正確には国防部会と安保調査会の合同会議で防衛省が正式に日本の領空に不当に侵入し脅威となるものは気球であれ何であれ 撃墜することができるという新方針を明らかにしましたこれは普通のことなんですよ日本の領空に不当に侵入し脅威となるもの気球は脅威ではないと思うかもしれませんがまず不当に侵入しているんですよ民間の気球で領空に侵入する場合は事前に許可がいりますその許可を得ずに領空に入ってきたということは不当に侵入しているということになりますこれは世界のルールなんですよそれを分かっていながら中国は不当に侵入 させたとそうなったら世界の国は 気球であれ何であれ撃墜することができるとなっているんですよ。それを日本は今まで平和ぼけをしていて、見て見ぬふりをしてきたと。なので、やっと普通の国がやってることができるようになったということになります。とにかく普通のことができるようになったと。今までがおかしすぎたんですよ。そして不詳、不祥私は昨日2月15日の国防部会でこれを政府に求め、しっかり検討するではなく、直ちに自衛隊法84条の解釈変更を行い、撃墜できる 国になるべきと要請しましまたつまり、自衛隊法の84条の改正を行うのではなく、解釈変更を行ってくださいと、そうすれば法改正を行わずにすぐに運用ができますよと、そういう方法を要請したんですよね。そして政府防衛省はこの要請通りに、即法の解釈変更を行い、今日の部会が始まる前に、議員会館の青山茂事務所において私に非公式に、この案で良いかとの打診がありましたと、すごいですよね。 そして私はその場で政府側と議論を十分に行い、法の解釈変更は指示し、その上でさらなる課題も指摘しましたと。そして画期的なのは、政府がこれまで、刑法の定める政党防衛、あるいは緊急避難に当たる時に限り撃墜もできるとしていたのを、正当防衛または緊急避難に該当しない場合であっても、武器を使用して撃墜できると政府が変えたことですと。なので、今までは正当防衛または緊急避難、 その時に限り撃墜ができるとしていたのを、正当防衛または緊急避難に該当しない場合であっても、武器を使用して撃墜できると変えたと。なので、気球の場合というのは、正当防衛あるいは緊急避難には当たりませんよね。なので、これまでの法解釈では撃墜できないと。しかし、それに該当しない場合であっても、武器を使用して撃墜ができると。それが非常に画期的ということになります。しかし、これは普通の国では当たり前のことなんですよね。 そうしないと気球やドローンは撃ち落とすことができません。しかし左巻きの人はこれを見て戦争ができるとか言い出すんでしょうね。全くもって馬鹿げてますよね。そして、私はその後に開かれた国防部会で以下を述べました。2と3は上述の議員会館の青山茂治事務所での議論で要請した内容と同じですよと。1、2、3がありました。この2と3です。それではまずは1番。中国はいつスパイ気球を再び侵入させてくるかわからない状況で、 即座にこれまでの防衛のあり方をこれまででは考えられない速さで変えたのは評価しますと。そうですよね。もういつスパイ気球が来るのかどうかわからないと。そこで即座にこれまででは考えられない速さで変えたと。それはすごいですよね。続いて2番。一方で外務省が空のどの高さまでが領空かについて諸説あるとしているのはダメです。これでは日本の空に脅威となる飛来物があった時、せっかく撃墜できることになった時 自衛隊が領空なのかそれとも領空のない宇宙空間なのかを判断できず対応できないことになるとなので国連で議論が続いていても日本の立場として高度何メートルまでが日本国の領空かをすぐに定めようとこれがないので外務省が言っている諸説空のどの高さまでが領空かそれがわからずに現場の自衛隊が対応できなくなるとなので高度何メートルまでが日本国の領空かをすぐに定めようとそういう話を仰え この2番と3番は青山事務所で議論した内容と同じです。続いて3番。航空自衛隊の F35 が発射するミサイルサイドワインダー。そして F15 と F2 の発射する国産ミサイル AAM5。これによって撃墜訓練を開始せよと。ちなみにこちら、青山氏が言っていた AAM5。これはですね、丸4式対空誘導弾だそうです。丸4というのは2004年の意味で、1991年より開発が 開さされれ2004 20 4年年に正式承認されたのでで丸4とななってますすししかし20年以上前なんですねそして、こちら、短距離空対空ミサイルだそうです。射程は35キロです。このミサイルを使って訓練せよと、そういう風うに言われてます。こんな感じです。これが後ろの部分。そして、これが前の部分。そして、胴体の部分。そして、こんな感じのミサイルです。これが戦闘部分です。これは戦闘機に積む前でしょうか。そして、青山氏は、ちなみに私は民間の専門家時代に、 f 15 f 2の戦技訓練にそれぞれ参加していますとそしていずれも防衛省から国防部会という公式の場で肯定的な回答がありましたといや素晴らしいですよねそしてこの政府の新方針は長い自由の小野であいつのり安保調査会会長と沖縄出身の国馬幸之助国防部会長から部会参加の自由民主党議員の全員に対し了解をいただけますかという問いかけがあり全員一致で了解しましたとこれで新方 方針は政府与党一致の正式方針となる方向が定まりましたと法の解釈変更ですから法の改正という時間は必要はありません小野寺さん国馬さんのリーダーシップに感謝しますと素晴らしいですよね自民党のいいところはこういった部会があってその部会には政府の官僚も来ていてそして問題点をんでそれが政府の方針として定まるとこういった部会はいろんな部会があって国会開会中はほぼ毎日やってるんですよねこういうのは 野党にはありませんので、最新情報は全くわからないということになります。ちなみにこの国防部会には守る会のメンバー議員が多く参加していましたと。守る会は何にもやってないと批判する人がいますが、実態を知らないんですよね。国防部会に守る会のメンバーが多く参加していたということは、部会に参加している議員に対して了解をいただけますかという問いがあった時に、守る会のメンバーが納得できないと言えば了解は得られないんですよ。 それほど大きい勢力になっていると、それを批判している人たちは分かってないんですよ。自民党の中には部会があるので、そこで多数の勢力を占めていると、 その人たちの意向が反映されますよね。なので、守る会というのは、日本の尊厳と国益を守る会ですので、それに外れた行為をすれば反対に回るということになります。そして青山氏はこのブログで速報として主権者をお伝えしていますと、詳しくは青山氏があるチャンネル、僕らの国会の2月22日水曜日で述べるそうですので、皆さんぜひこちらもチャンネル登録をお願いいたします。説明欄にリンクを貼っておきます。そしてこちら、産経新聞。 空自トップ、気球撃墜自衛隊機でも可能と、先ほど青山氏が指摘した通りです。中国の偵察用気球とみられる物体が日本上空を飛行していた問題に関連し、航空自衛隊トップの井筒俊治航空幕僚長は16日の記者会見で、米軍が行ったような気球撃墜は空自の能力でも可能という認識を示しました。そして井筒氏は一般論と前置きした上で、高い高度や気球が小さい場合などはないのが増すと考えられるが、 戦闘機から空対空ミサイルを発射するなどの手段によって気球の破壊は可能と説明されました。そしてレーナーによって気球を探知することもできると説明しております。この空対空ミサイルというのは先ほどのミサイルです。さらに、領空侵犯した気球などを撃墜できるよう武器使用要件の緩和を政府が検討していることに関しては、法解釈について私の立場から言及することは控えるとし、現行の対領空侵犯措置について任務を全うしたいと述べた まあ、現場のトップですから、そう言うでしょうね。そして、こちら、時事通信。自衛隊が気球撃墜課題多く、訓練これから国会で議論なしと、野党や左翼はどうして国会で議論しないんだと、そう言ってくるでしょうね。しかし皆さん、今日にでも気球は来るかもしれません。そして、こちら、緊急拡散。中国が気球から極超音速兵器を投下する実験を行っていると、もう今日にでも来るかもしれません。そして、この極超音速兵器というのは、 こちらミサイルだと思われます。それを気球にぶら下げて落下させる実験をもう行っています。落下する極超音速滑空体は水平軌道に変化して、レーダーをくぐり抜け超スピードで着弾しますと。正体不明の高高度気球から投下された場合、発射した国が不明で反撃できませんと。なので、領空侵犯した気球は撃ち落とさないといけません。まずはこちらの動画をご覧ください。それではどうぞ。 はい。 いかがでしたでしょうか完璧に実験をしてますよね。そこで戻りまして、中国の偵察用気球とみられる飛行体が相次いで日本上空を飛行していたことが分かり、政府は大領空侵犯措置の武器使用基準を緩和し、気球や無人機を撃墜できる方針を明確にしたと。これは覇権主義的な動きを強める中国を牽制する狙いがあると。ただ、政府内で国家安全保障会議 NSC や閣議での手続きは踏まず、国会で事前の議論もなく、 ったとそして実際の運用面でも課題は多いと。自民、公明、両党は16日、防衛省から新方針の説明を受けると即日了承したと、反対意見はなかったという、これは先ほど説明した通りです。自民党の小野寺逸ノリ元防衛省は会合で、沖縄周辺で中国の無人機が公海上で航行している、領空に接近するかもわからないと危機感を示し、新方針は後押ししたと、おっしゃる通りで、気球のみならず沖縄周辺 で無人機が飛んでいるとそれが領空侵犯した打ち落とさないといけませんただ法解釈の重要な変更にもかかわらず政府与党内で十分な検討が行われたのかは疑問が残ると今後の国会審議には現行法との整合性を加え技術面の問題や具体的な基準が論点となりそうだとまあ野党は詳しくないので国会でうまく追求できないのではないでしょうかこちら産経新聞衆院予算員不祥事少なく野党難中政府与党 ベースになってますよともう情けないんですよね野党は今国会はスキャンダルが減って政策論争が中心となっており野党が攻めあぐねる展開となっているともうですねスキャンダルの追求しか今までやってないので政策論争ができないんですよもうそれほど野党は劣化していますなので野党は国会審議で追求できないので野党もありますそこで言いつつ空爆庁は16日の記者会見で戦闘機からミサイル発射するなどの主題 で気球の破壊は可能だと強調したが自衛隊幹部は訓練から始める必要があると打ち明けたと米軍が4日に撃墜した気球は高度18000から2万メートルの上空を飛行そこでステルス戦闘機 f-22 が空対空ミサイルを発射したと一方空自はこのような極めて高い上空を低速で飛ぶ気球を狙った訓練は行っていないというとまあ今までそんなこと想定していないのでそれはやったことないでしょうね例えで言うなら進化 からら自転車を狙うぐいいい難しいと言われてまあ、アメリカができるのであれば日本もできるでしょう。そして、日本領空に侵入してきた気球が民間の気象用観測用か、他国軍の情報収集用かを見極めるのはかなり難しいとの見方もあると。この領空侵犯に関しては、許可を得ているかどうかで判断すればいいと思います。 そして防衛省は気球に対し実際にどういう状況で武器使用するかの具体的な判断基準は示していないとそこで同庁幹部は個別具体的に判断することになるいざ撃墜の措置を取った場合は説明すると述べるに留めたとそれは判断基準は言えないでしょうそれを言ってしまうと手の内を明かすことになるでしょうそしてこちら産経新聞今はですね気球に対して武器使用できたのはいいんですが有人機対応も緩和しないといけないとそれを 関係は指摘をされてます。日本はこれまで有人機による領空侵犯しか想定しておらずその際の武器使用は正当防衛か緊急避難に限ってきたと 民間機の空路の安全確保や国民の生命財産を守るために気球への武器使用を認める案を与党が承認した当座の対応としては妥当である政府は速やかに要件緩和を実現し自衛隊は撃墜の方策を検討訓練してもらいたいただし不十分な点がある第一に戦闘機など有人機の領空侵犯時の要件緩和も含まれるのかはっきりしないと有人機が領空に侵入して攻撃してきたり情報収集したり すれば被害は大きいだが、領空侵犯対応時の航空自衛隊は、正当防衛か緊急避難を除いて、友人機を攻撃する選択肢を封じられていると。航空自衛隊というのは、正当防衛か緊急避難しか攻撃する選択肢はないと。ということは、撃たれるまで待たないといけません。今の戦闘機というのは、射程外からミサイルを撃てるので、撃たれたらおしまいなんですよ。よく映画では空で戦うシーンがありますが、今はそれではありません。 射程外からミサイルが飛んでくるので、一発撃たれたらもう終わりです。なので、現行要件は空自パイロットの生命を軽んじ、道に外れていると。このようなおかしな対応はやめなければならない。有人機への要件も必ず緩和すべきであると。おっしゃる通りですよね。なので、専守防衛ではやられてしまうんですよ。そして第2に、領空侵犯への自衛隊の対応が警察権に基づくとされている点だと。自衛隊法84条は、領空から退去させるために、 必要な措置を自衛隊に講じさせることができると定めているしかし警察権によるとはどこにも記されていないとそれでも防衛出動発令前であるためか警察権の行使とされ武器使用権は正当防衛と緊急避難に限るという異様な解釈が生じたといつまでも自衛隊を警察予備隊のように扱っていては肝心の国防を全うできないと自衛隊というのは ghq がまだ日本にいた頃に警察予備隊としてスタート としたのが自衛隊なんですよそれをまだ日本は引きずっていますなので政府は自衛隊を国際法上軍と位置づけているのだから領空侵犯対応は自衛権に基づくと改めるべきだとそして米軍が行動を示すまで日本政府がスパイ気球に対応できなかったのは問題で猛省すべきであるともうですね今まで日本は平和ボケでしたのでスパイ気球も見て見ぬふりをしてきたとしかしこれからは自衛隊の隊員を守るためにも いろんな解釈変更や法改正をしないといけません。それをですね、まず有権者が理解して、左巻きの世論に流されないようにお願いいたします。またこういった情報がありましたら、動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、Twitter のフォローも、またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。 こっち